奥南は映画プロデューサーで小説家の河村元気による長編小説。雑誌ブルータスでの連載を経て2014年10月15日にマガジンハウスより刊行された2015年本屋大賞第10位入賞作。2017年にフィービーにて小野大輔主演ナレーションによるオーディオブック化され2018年に 書籍内にそのオーディオブック版のダウンロードシートを付録にしたオーディオブック付きスペシャルエディションが限定発売された。同年には56万部を突破し、また映画が制作、公開された。弟の借金の肩代わりをしたことで、妻とは別居し家族がバラバラになってしまった一男は、借金返済のために昼は図書館支所、夜はパン工場で掛け持ちで働いていた。 ある日、一男は3億円の宝くじが当選し億万、長者となり、借金返済に夢膨らますが、ネットを覗くと大金を手にした人の悲劇ばかりが目につく。不安に駆られた一男は、大富豪となった、学生時代の友人、99の元を訪ねる。15年ぶりの親友との再会に一男はすっかり、酒に酔っていてぐっすりと寝てしまっていた。 酔いつぶれた一男が目を覚ますと99は3億円と共に姿を消していた。和ズはは99の行方を追いながら大金をめぐり家族や友情のあり方を探していく。2017年10月20日にオーディオブック配信サービスフィービーから配信開始。聴取者からオーディオブックを聞いて原作本も読みたくなって購入した等の反響が複数あったことから。 ダウンロードシートを付録にしたオーディオブック付きスペシャルエディションも発売。大友博監督により映画化され2018年10月19日に公開。主演は原作者河村元気の小説デビュー作を映画化した世界から猫が消えたならにも主演した佐藤健。ありがとうございます。